ブルータングは、牛、羊、鹿、バッファロー、カモシカなどの半数動物に感染するウイルス性の病気。日本では直訳で、青舌病とも呼ばれる。病原は、レオウイルスかオルビウイルス属ブルータングウイルスで、24の血性型が確認されている。ヌカカなどの吸血昆虫によって感染し、接触感染することはないとされる。人への感染例は報告されていない。 オーストラリア、米国、アフリカ、中東、アジア及びヨーロッパで感染が確認されている。温帯地域では、晩夏から秋にかけて発生するが、気温が低下すると流行は、収束に向かう。熱帯地域では、年間を通じて発生する。また、主張や海洋形成が下や更新、高校、微空粘膜に起きる。病名は、 下のチアノーゼによって青い下となることから来ているが、実際にこの症状が観察されることは少ないという。潜伏期は5から20日間で、通常はすべての症状が感染から1ヶ月以内に顕在化する。羊は大きい影響を受けるが、牛やヤギなど他の管蓄では感染しても症状が現れなかったり、軽度で済むことが多い。有効な治療法はない。 ワクチンの接種と検疫及び殺虫、消毒により媒介昆虫の移動、侵入を防ぐ以外には感染防止の手段も存在しない。なお、日本ではワクチンは使用されておらず、抗体検査による完築の早期発見、隔離と保育などの対象療法のみが行われている。家畜伝染病予防法の届け伝染病に指定されており、ウイルスを確認した場合は、 都道府県に届け出なければならない。なお、日本では1974年にウイルス侵入が確認され、1994年に北関東地方で肥育されていた牛と羊での発病例がある。ありがとうございます。